ボーカルの深瀬です。あ、俺ね。俺がボーカルですよ。はい、僕は、ギター、うん、自称ギタリストの中島です。謎のね。はい。うん、DJ ラブです。はい。この3人でね。この3人で。喋ってるんですけどね。全く台本とかをしないという。うん、全く決まってない。先に言うとくと、ラジオ、普段僕らが出てる、うん、出演してるラジオ、いろんな局のラジオ番組に出させていただいてるものっていうのは結構それなりのね、決まりがありますね。それなりの決まりがあったりとかして。うんうん、じゃないと、だってちゃんと時間通りにさ、そうそうそう進行してないから、ね。時間とかもあるし、うん、ね、いろいろ決め事とかね、うん。自由にやりたいなっていうことで。そうそうそう。っていうことでやっちゃうんですけどね。うんはい、で、まあ、もしもシリーズなんですけどね、うん、まあ、よくありがちっつうかね、よくあると思います、企画もので、うん、そう。もしも何々だったらとかいうのをね、ただひたすら投げかけてきてもらいたいわけ。そうです、そしたらね。それに対して僕らが、なあなあで答えます。そうだよ。例えば、深瀬さん、もしも、うん、女だったら、ああ、そう。うん。何したいですかみたいなこととかあるじゃないですか。うん、なるほど、なるほど。突然、降ってきましたね。例えばね。うん。例えばね。はい。答えるよ、俺、それに対して。お、答えてくれる？答えてくださいよ。いいです、ね。女だったら、うん、朝起きたら女なの？ああ、いいんじゃないですかね。じゃあ、そうなるほどね。朝起きたら女だったら、何する？何します？え、何するかでしょ、うん、朝起きて女、まあ、とりあえず顔を洗うんじゃない目が悪いのかなと思って。いや、そんなことないよ。絶対しないでしょ、そんなこと。お前顔洗ってるの見たことないもん。洗ってるんだよ、実は。え、どこで洗ってんの上で洗ってるよ。上で洗ってるの。あ、そう、女の子だったら。咳が止まらない。女の子だったらね、起きて。起きて、うん、女の子だったらどうするだろうね。はい。何か。え、どういうこと？体がもう女、心が女の子。あ、じゃあ。前から変な鈴みたいな音で。じゃ携帯落としてタンバリンに当たった。俺の自前のパールのタンバリンに当たったよ。携帯落としちゃった。そこに置いてたらバイブがもし鳴った時に、大丈夫、俺の携帯なんないから大丈夫。なるよ。前の携帯確かになんないね。でしょ、まあ、なんないね。なる前に大体だった場合だよ。心が女の子だった場合だよね。で、俺。でもそれって何で気づくの？心が女だわ。あれ？だから、女の子が起きて、中陣がお風呂から上がってきたりするのを見た時に、ドキッと。あれみたいな。そう。それ女だって思うよりも。やっぱり違うもん。それね、多分ね、起きたらじゃないと思う。そうだよね。びっくりだもんね。うん、そうだね。朝起きて体が女なんでしょ？でも、まあ、そう、顔も女の子だったら、どうすんだろうな。うん、別人だよ、だから、要は。まあ、やっぱ見るんじゃないですか。裸になってみて。マジで？そこ行っちゃう？俺結構マジ、動転しちゃうと思うよ。いや、まあ、動転は。みんなすると思うよ。するけど。どうしよう。一通り動転した後の話なんだよね、やっぱこれは。うん、ああ、なるほどね。一通り動転した後、うん、みんなにも見せた後でしょ。みんなに見せるちょい前ぐらいじゃん。え、でも見せないのじゃん。いや、いや、てか、まや、どうしようってまずなるじゃん。なったらパーって出てくる。うわぁ、やべえって。いや、でももしかしたら、鏡まず見ないとさ。まあまあ、顔も変わったかもしれない。まあ、鏡は見えるでしょうね。で鏡見た時しか気づかないんじゃない？ああ、まあそうだね。自分は。だから俺がリビングとか行った時に、なんか知らない女の子いるみたいになる。うん。俺だよ、俺って言って。誰だよ、お前ってなる。俺だよ、俺ってなんだよ、お前誰だよってなるわけ。それ新しいもしもシリーズだよ。もしもお前が起きた時に俺が女になってたらっていうシリーズになっちゃうでしょ。そうになっちゃうね。うん、まあ何をするかだよね。じゃあ次の日じゃん。何が？そういう質問って。何が？みんなだからその起きてすぐさ、女の子になったらどうするって聞かれるじゃん。うん、起きてすぐだととりあえず動転するとかしか選択肢がないわけじゃん、今のところ。次の日？だ次の日。博士のところ、うん。次の日起きてもまだ女の子だった。だから博士のところに行くよ。博士の知り合いがいるの？博士の知り合い探すしかないし、だって。女になっちゃったね。博士ち探すところから。そう。博士探さないと。博士ネットとかで探すの。そしたら男性、博士スペース女性に朝起きたら、朝スペース女性で。検索して。検索して、あと。教授が出てくるのかみたいなところだ
出てくんのかな。だって警察とか行くとだって悪い組織にとらわれてさ、うん、俺が研究されちゃうでしょ。あ、人体実験みたいなこと、ね、ただね、あれだと思うよ、博士スペース朝スペース女って多分変なの出てくるそれはそれ変なの出てくるね、絶対変な博士が出てくると思う、やっぱり変な博士、うん、変な博士じゃないと思う、博士号を持ってない博士が出てくると思う。あ、まあしょうがないんじゃない、自称博士みたいな、自称博士、でも映画とかだって往々にしてさ、うん、自称博士が結構頑張る、頑張るんだよね。そう、博士号持ってないでしょ、だってあのバックトゥーザフューチャーはさ、毒は持ってんじゃないね、もう。いや持ってんじゃない、やっぱり、うん、持ってるの、それなりのもん持ってるよ毒は、うん、だってコナン君の隣に住んでるようなあの大学とかで教えてたんじゃないの、自称博士でしょあれ。いやいや、いやでも自分の家を研究所にするぐらいだから、やっぱそれなりに教授職とかにもついてたんじゃない、やっぱ、あ、やっぱお金は持ってるんだ、隠遁生活なんじゃない、あ、もう、もう現役を退いて、ね、あ、独自の独自の研究してる、なるほど。だもしもシリーズってのはこういうことです、うん、このこれこういうことばっさりだけど、うん、まあ、もしもシリーズっていうのがあり